ああ、なるほど。芋虫さんが捕まってしまいました。これからですね、皆さんも、簡単にやり方を覚えればですね、簡単に作ることができますので、ぜひ、真似をしてですね、夏休み1週間しかありませんが、ぜひやってみてください。自由研究のね、参考になればいいなと思います。まずはですね、このような、葉っぱのですね、裏に隠れている、芋虫や毛虫を探しますね。そしてですね、葉っぱの表側に連れてきて、柔らかいところを見つけます。そしてこの柔らかいところですね、ちょっと風が強い時はしっかり葉っぱにつかまりましょう。しっかり葉っぱにつかまって飛ばされないように気をつけます。そして、風が強いですが、しっかり、芋虫ね、せっかく捕まえた芋虫さんですから、離さないようにして、柔らかいところからもぐもぐしていきます。最初はね、ちょっと外側の皮をね、突き破るときだけはちょっと歯ごたえを感じますけれども、一回ですね、芋虫さんのお腹がですね、中身をもぐもぐし始めますと、次からはね、簡単にこうもぐもぐしながらこうお団子に丸めていくことができますので、最初はね、ちょっと大変かもしれませんけれども、頑張ってですね、もぐもぐしてお団子を作っていきたいと思います。だいたいですね、半分くらい、もぐもぐしてお団子にしますと、あとはですね、後半はもう同じことですから、最後までですね、柔らかいところをもぐもぐしながら、こうやって、丸めてですね、お団子にしていくだけですね。風が強くて葉っぱがひっくり返ってしまいますが、頑張って捕まりながら、後ろ足で踏ん張って捕まりながら、芋虫をもぐもぐしていきます。そして、あっという間にですね、このように、お団子の形に、芋虫をですね、もぐもぐして作っていきますので、決してね、これはね、出来上がったものがこちらにございますというわけではなくて、今目の前でですね、お団子に作っています。時短はね、いりません。そのまま、初めから終わりまでですね、もぐもぐしながらこう丸々とコロ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 と言いながら、言ってませんけれども、丸くしていくと、お団子ができていきます。さあ、そろそろ仕上げでしょうかね。結構ね、中型サイズの芋虫さんでしたけどね、しっかりこうもぐもぐしていくと、こんな感じでお団子になっていきます。最後の方ですね、ちょっと顎が疲れてきてしまうかもしれませんが、お家に帰るとですね、かわいい赤ちゃんが待ってますからね、蜂の子がたくさん待ってますので、一生懸命ですね、お団子にして、このようにくるくる持ちやすくしてですね、最後はですね、まん丸くしてないとですね、飛んでいる時に落としてしまうかもしれませんので、よくくるくる回してまん丸にきれいに形をですね、お団子に整えていきます。こんな感じでしょうかね。じゃあ、だんだんお団子ができてまいりました。飛ぶときはですね、しっかりですね、足でお団子を持って、落とさないように気をつけて、出発していきたいと思います。こんな感じで
ちょっとね気になるところがあったらもう一回こうもぐもぐして、お団子をですね、しっかりした綺麗なお団子に仕上げていきます。今日はですね、途中ちょっと風が強かったりして葉っぱがひっくり返ってしまったりしてしまったところもあるんですが、そういうことはですね、自然の世界ではよくあることなので、足をよく、踏ん張ってですね、葉っぱによく捕まって、諦めずにお団子をね、しっかり作っていきたいと思います。さあ、だいたいこんな感じでお団子が出来上がってきましたかね。はい、じゃあ落とさないようにも口で加えてから、そう、はい、さようなら。皆さんお元気で。足長町でした。